Hey you guys, welcome back to some more Kingdom Hearts Birth by Sleep. So we're done with the Mark of Mastery, and now we're heading over to the Enchanted Dominion for our first adventure. Let me pause the game here really quick. There you go. So I'll be leaving some video timing shortcuts in the description below, just in case you don't want to watch the whole thing. And please, don't forget to comment, like my video, and subscribe. Enjoy! こいつらはマスターが言っていた魔物アンバースとか言ったか。風よ、受けてみろ。 Oya?
お前はどうして眠っていないんだい？この国の者はみんな眠りについているはずなのに。何者だ？私はマレフィセント、この国の新たな主だよ。お前こそ見かけない顔だが、どこの誰だい？俺はテラ。そこで魔物の襲撃を受けたが、この国ではいつものことなのか？あんな悪趣味な魔物どうとでもできる。放っておけばいいのさ。悪趣味か。同感だ。ところで、人を探している。ゼアノートという名前に心当たりはないか？聞いたことがないね。お前と同じよそ者かい？おお、そういえば城から見かけない男が出てきたよ。そいつは城で何をしていたんだ？さあね、私はすれ違っただけだからわからないよ。気になるのなら自分で調べてきたらどうだい？城はこの橋を渡った先だよ。感謝する。そいつは確か光を閉じ込めたとか言ってたよ。城にある光といえばオーロラ姫のことかね。わかった。
俺はこの感覚を知っている。一切の闇を持たない純粋な光の心、この心を集めればどうなる。七つの純粋な光の心、それを集めれば全ての世界が手に入るのさ。この世界だけじゃない、外の世界も含めた全てをね。どういう意味だ。お前が持っていた鍵、キーブレードとか言ったかね。なぜキーブレードを知っている。それでないと心は手に入らない。答えろ、マスターゼアノートはどこにいる。欲張りすぎだよ。それ以上知りたければオーロラ姫の心を取り出してからだ。そんなことを俺がするとでも。ああ、お前は従うはずさ。見えるよ、お前の心に眠る闇が。俺の心に闇など。抗うのはおやめ。もうお前は自由なんだ。
私は眠りを操ることができる。お前の本当の心を目覚めさせてあげるよ。闇は誰の心にも必ず潜んでいる。闇は悪だ。世界に闇は不要。闇を滅ぼせ。心の奥底に闇を閉じ込めるのだ。これだよ。これが欲しかったんだ。あの男の言ったことは嘘じゃなかったようだね。俺は一体俺に何をした？何をさせたんだ？私はお前に何も命じていないよ。ただお前の心の奥に眠る闇をほんの少しくすぐってやっただけさ。なんということを。ベン、そうだ、ゼアノートの行方が知りたいんだったね。あいつがどこへ行ったかはわからない。闇をまとって消えちまったよ。キーブレードは心を集めるのに必要な鍵だそうだね。どうだい、あと6つの光の心を集めて私と一緒に世界を支配しようじゃないか。勘違いしているようだな。俺は世界の秩序を守る者だ。アンバースとか言ったかい。どうやら秩序が乱れているようだね。覚えておくがいい。お前の心に眠る闇は力なんかじゃ抑えつけられないことをね。さあ、お前の役目も私の役目も終わったよ。さっさとあの男の後を追うがいいさ。待て！このままでは城ごと潰されてしまう。まずはアンバースを倒さなければ。Okay, emulator started acting weird, so let me pause again. Alright, I'm sorry guys, I had to reset my emulator. It was acting weird as I said before. So now, we're back again. Off to destroy the Wheeled Master. Let's go. Get up!
俺の心の弱さが彼女の光を奪ってしまったのか。すまない。今の俺では君の光を取り戻せない。闇に屈しない力をつけるまでは。マスターゼアノートはなぜ光を閉じ込めた。純粋な光の心を持つ者を追えばその真意がわかるのか。闇を持たぬ純粋な光の心を七つ。じっくり取りかかるとしようかね。